のくさん、誕生日の動画ありがとうございます。動物占いもしていただいて、ゾウさんですかね。私も昔ね、ゾウさんだって言われたことがあったんですけども、動物占いだったと思うんですけども、まともに聞いてなくてよく覚えてなかったんですけども、あ、確かそんなこと言ってたなみたいなことをね、思い出しました。確かにね、なんかね、他の人の話聞かないというのは私その通りなんですよ。正確に言うと聞いてるんですけども、最終的にはでも自分の判断で行こうかなって思うんですよね。もちろん人の言う通りにやることもあるんですよ。でもそれでうまくいってもありがたいし嬉しいんだけども、自分の思考でうまくいったわけではないなって形でね、できればね、自分の考えで、全部進んでよかったよかったになりたいなっていうね、ちょっとね、自己肯定感もあるんですよね。普段ね、自己否定って言っといて、結局ね、自己否定っていうことは自分が自己否定できてないから呼びかけてるんですよ、自分に対してね。はい、それでね、感情的でなんかこう、もう怒りっぽいみたいな、そんなコメントもあったと思いますけども、いや、私ね、本当にね、感情的なんですよ。感情的なんで、なんですかね、感動的な映画を見るとね、やっぱ涙が出てくるんで、人がいるところでは一時停止をして一人の時に見るようにしてるんですよ。一番いいシーンとか本当にね、止まらなくなるんですよね。映画館でも何回もね、涙が出てしまって、涙をこらえるのももったいないなと思うんですけども、映画館ではさすがにこらえますね。でなんかね、本当にね、ホロホロ来るんですよね。年を取ったせいでしょうか、なんかついつい少年の頃を思い出したりとか、自分がいなくなった後の世界のことを考えたりとかして、胸がね、締め付けられるのを思いがします。そしていつか目の前の人もいなくなっていくんだなと思ったらね、もう愛さずにはいられないなって気持ちがしますね。で、感情的なのがそこに働くときはいいんですけども、実はね、怒りに働くときもあるんですよ。これはね、お恥ずかしい話なんですけども、だから感情に任せて、手や足がね、まあ人に向かって出ることはないんですけども、周りの物とか物損とかをね、やってしまうこともあったり、まあだからね、手とかを結構痛めやすいんですよ、こう拳とかをね。だからって何か壊れるわけではないんですけども、ちょっとね、人体、人の力では壊せそうにないものに対してグワッといってしまうんですよね。だから「いけててて」とかなるんですよ。本当に「ああ、おう、この野郎!」って「あっちってさ」ってこらえて「ふっ」ってこんな顔になるんですよね。本当にバカバカしいですね。だから私はね、なんかそのネットワークビジネスの講師とかに向いてるでしょうね。感情で会場をこうやって持っていくっていうことだよね。もしくは感情的になって人を置いていってしまうんで、セールスなんか全然うまくいかないみたいな感じで、はっきりするセミナーができるんじゃないかなと思います。まあ、おかげさんでね、速稼塾関連のセミナーってのは今までずっとうまくいってきて、商品が売れなかったことはないですし、ファンが増えなかったことはないんですけども、現在みたいな状況になると、いささかね、冷静にカメラの前で喋ることができたかなっていうのと、まあ私はそのビジネスっていうところから一歩身を引いてですね、別の見方で、この自分の財政っていうのを考えていってるんで、まあ、特に今年から投資をね、軸にしていこうかなってことですよね。まあ、全然軸にできてませんけど、結局やってることは今までと一緒なんで、ただ意識を軸に置いたってことなんですよね。で、来年再来年、意識にいろんな行動や結果がついてきて、10年ぐらい経ったら本当に投資だけをやってるんじゃないかなと思います。まあ、今のところはね、まだ一緒です。で、投資家となる以上は、やっぱり投資を志す人を育てるっていう部分もあります。で、私はビジネスマンになった時に、ネットビジネスの講師になった時に、自分が儲けるのは当たり前で、熟成を儲けさすのが、まあ、本当にね、大事だと思ったんで、儲けて半人前、儲けさせて一人前っていう、そんなね、テーマで48歳までやってきました。早いですね、本当に40歳から。Facebook のアカウント作ったりとかね、 Twitter をちょっと量産してみたりとか、ブログ書いたりとかして、本当こんなパターンで始まりました。それが私の速稼塾の誕生秘話だったかなと思いますよね。それから10年も経たないうちにこれだけね、人生変わって、まあノクさんもね、随分大きく人生変わった方だと思いますけども、私と同じような状況だと思うんですよ。なんかね、こう一夜にしてではないですけども、本当にラッキーもあって、ありがたいことにノク、さんと私っていうのはね、GoTo トラベルキャンペーンも使えるようになってよかったなって感じですよね。 GoTo トラベルキャンペーン使うと自分も快適だけど、なんかね、その偉そうに言うわけではないですけども、お金を使ってあげてるって意識がものすごくあって、あ、役に立ってるな、喜ばれてるな、ありがとうございますって言われてるなっていうのが、本当にね、以前よりも染み入りますね。だって半年ぐらい全然お客さん来なくって、仕事がなくって掃除ばっかりしていたりとかね、あと在宅で、待機を命じたりするような、そういう旅館とか旅行者って多かったと思うんですけども、やっぱり私たちがね、予約していくとものすごい張り切ってやってくれましたね。多少人がまだ余ってるようなところもあって、一つのサービスをね、複数人でやってくれたりとか、一人一人がね、ご自身のお名前を語ってくれて、一人一人が
気を使ってくれて、まあでもね、その飛沫とかの関係で長話はしなかったんですけども、本当に深い、こうね、愛情の交換とかいうか信頼の構築ができたんじゃないかなと思います。もう二度と会うかもしれない、そんなね、私たち家族に対しても苦しい経営状況の中、本当にこう心ゆくまでサービスをしてくださって、私もね、もっと割り増しで払いたいなと思うぐらいなんで、まあもう一回同じところに行くことにしました。GoTo トラベルがなくても行きます。十分なサービスでした。そんなね、割引がなくってもそれ以上の私に対しては付加価値だったんで、これはね、 GoTo トラベルがあるない関係なく、もう一回そこに帰っていきたいな、そんなね、兆楽園のサービスでした。兆楽園の皆さん、本当にありがとうございました。宿泊費はまともに払ったら、やっぱり高かったと思いますけども、それ以上のサービスを本当に提供してくれましたね。感動しましたよ。設備としては自分の個室に、露天風呂があったっていう、本当にそれ以上はないようなね、宿泊施設だったんですけども、一戸建てみたいなところに泊まらせてもらったんですけども、いや、それ以上にやっぱそこを運営する人の心とかね、心遣い、そういったものに、私は最高のプレゼントをいただいたような気がします。そして同じようにノクさんもね、2日遅れてのメッセージだったんですけども、10月11日当日はむちゃくちゃいっぱい来るんで、どっちにしてもこういう返信動画撮れなかったと思うんですよ。そういうのもあって、ちょっとずらしていただいたら非常に落ち着いて、ね、こうやって動画も撮れたんで長めになっちゃいましたけども、再度ね、申し上げたいと思います。ノクさん、ありがとうございました。そして10月29日は堀江さんとね、ノクさんの誕生日ですよね。今のうちにおめでとうございますと言っておきます。これからも一緒に YouTuber として、そして友人としてね、進んでいきたいなと思います。よろしくお願いします。いってらっしゃい。